カブラヤカブラヤは、矢の先端付近の矢尻の根元に位置するようにカブラが取り付けられた矢のこと、い放つと音響が生じることから戦場における合図として合戦開始等の通知に用いられた。古くは、ユーラシア大陸においては、戦国時代の中原において、創始在有編に、講師の孤児制語を成した話が記されている。また、北アジアの草原地帯において、 遊牧国家強度を大帝国に発展させた、牧突前雨が、新衛隊に、牧突のいる、カブラヤの向けられた先を一斉にいるよう言明し、訓練を施し、クーデターに成功した逸話が、全漢期二強度と、全面戦争を永年にわたって展開した、武帝の時代に編纂された式に語られる。日本列島においては、鎌倉時代にはすでに記述が見られるが、初期の頃は、 名称も定まっておらず期限、いつ頃から使われていたのかは分かっていない。カブラヤの先端につける武具の一種。大きさは全長で5センチメートル前後から20センチメートル前後まで、大小様々で、円筒形、円錐形、あるいは防水型を基本とし、詳細な形状は一様ではない。矢への取り付けは、基部から先端まで矢べらを貫通させ、 先端から矢尻を刺して固定する。中身がくり抜かれており、中空構造になっており、通常は割れが生じないよう数箇所糸で巻き締め固定し、仕上げに漆で塗り固めてある。材質は、頬や霧など軽量で加工性の良い木材。かつては、数野や、痴っこも用いられた、引き目引き目とも書く、蒸気カブラに数箇所の穴を開けたもので、カブラと同様に矢べらを上下に貫通させ、 釘状のもので固定する。正式な作りは四つ穴で、これを四目と呼ぶ。これを矢の先端に取り付けた矢を放つと穴に空気が流入することで笛のように音が鳴り、鋭い音を発する。引き目の出す音が蛇を払い場を清めるとされている。引き目かぶらとも言う。神と党と,とも書く。厳密には、かぶらとは別物だが、外見がかぶらと似ているため、しばしばかぶらと混同されがちである。 古くから存在し、カブラによく似ているが、中身がくり抜かれておらず、また大きさもカブラより小さい。防水型から塩水型まで、形状、大きさとも一様ではなく、材質は、軽量、高質な木材など、古くは、海藻の根を乾燥させたものが使用された。矢尻の代わりに矢に取り付け、嫌てるものを傷をつけないよう、もしくは幾らく,く目的で使用される。カブラやカブラを先端に取り付け、 矢尻を有する矢を有。カブラは、小寸のものを用い、矢尻には一般に、戦場で多く使われる犬く用途の草矢でなく、生きる用途の狩りまた、平根などを刺すのが、一般的である。中世はカブラ矢を一手を草矢などの普通の矢と共に、エビラに盛り上座し矢とするのが作法であった。現在では、ヤブサメなど、古実の祭礼式などで使用され、また、飾り矢として、 蛇を払う縁起の良いものとして親しまれている。引き目や、引き目を取り付けた矢のこと、矢尻をつけず、引き目の出す音で蛇を払えばを清めることを目的とし、祭礼神事で使われる。古くは誕生、引き目、産屋の引き目、遮越の引き目などと称し、胎児の健康、成長期間や、家屋の屋根を越えるように、引き目矢を放ち蛇を払い、魔を退散させるなどした。現在では、 小笠原流に、引き目の儀が伝わっており、下鴨神社や住吉大社、一部弓道大会の開会などで行われている。引き目の儀は、最近では、国際弓道連盟設立記念大会にて、取り行われた。引き目かぶらや引き目やにかりまた、ひらなどの矢尻を刺した形のもの。中世は、上座し矢として、通常の矢と共にエビラに持って傾向し、 合戦の始めや味方への合図を出す際に、これを放ち、音を出して、遠くに伝えた。現在では蛇を払う演技の良いものとされ、飾り屋として親しまれている。神頭や神頭を矢の先端に取り付けたもの。厳密には、かぶら屋とは別物である。矢尻は刺さない。古くからかさかけ、やぶさめ、犬大物など稽古用に使用され、初期の頃は、的屋としても用いられた。 現在は、武田流、小笠原流に伝わるヤブサなど、古実の祭礼式などで使用されている。ありがとうございます。